調整ができる。レバーを開いて長さの調整。で、このストップっていうところより伸ばしちゃうと、これは引き抜けちゃう。まあ別に引き抜けても外す、まあ、戻せる。戻せないわけじゃないんですか。あまりストックには良くない。100センチぐらい。100ってところで引き抜きやってみて。え？じゃあこっちも。で、中入れるの。中の手、この中に手。下から入れる。下から入れる。これそう。左から。これでわかります。白くないから手羽元ですよね。よいしょ、よし、靴下もあったのか。はい、落としてあげてから。落としちゃっていいんですか、この上で。あ、大丈夫です。で、つま先をはめる。で、かかとを踏み込むとビンビンがはまります。外し方もいい。はまります。で、外し方はこの後ろのヒールピース、ここを押します。そうすると一回外れる。これは何のストックを刺してみたいな。ここはストック刺してみたいな。頑張れ。そう。外してごらん。で、これがこう固定されたから。そうそう。こういう風にも。はい。スケレンジよく言います。はい。で、スキーがこう、はい、スライドしちゃって、はい、こんな感じで持ったり、はい、よくあると思うんです。はい。あとやっぱり持ちづらい。うん。で、上級者に見える押し方、はい、これしっかりブレーキをね、こうカチッと合わせてもらって、うん、で、必ずブレーキが挟まってる方が、内側に入ってる方が上で持ちます、うん、あ、で、この前のビンディング、うん、で、前のビンディングを肩にかける感じで、あ、大人の人やってんね。これが上級者に見える押し方。